新時代の若き才能を発掘する日本最大級の料理人コンペティション、レッドアンダーサーティファイブ2020。レッドエッグの発表です。杉本健三さんです。おめでとうございます。吉田家、おめでとうございます。篠原博之、井上和太郎、赤井健二殿、糸井翔太さん、今回は該当者なしということで、決定しました。昨年は大会史上初となるグランプリ該当者なしという結果に。賞金はキャリーオーバーされ、今年のグランプリ賞金はなんと1,000万円。さらに優勝者には審査員のバックアップによりスターシェフへの道が約束されます。審査員団は昨年に引き続き料理界のトップランナー8名で構成。料理の腕だけでなく人間力、将来性などさまざまな角度から審査を行います。今年のテーマを発表したいと思います。今年のテーマは未来のための一皿です。応募テーマは未来のための一皿。料理人として未来に向けてどんなレガシーを残せるのかをレシピに落とし込み提案。このテーマに込めた思いとは。価値がどんどん速いスピードでこう変わっていく、もちろん天候のことであるとか、そういう自然環境の保全であるとか、いろんなこともあるんですけども、そういう課題を見つけてですね、改善していくようなことっていうのをしていかなくちゃいけない。でそこで料理の力ってすごく強いと思うんですね。そのことっていうのをこう未来の一皿に込めて表現していただけたらなと。プラス今回レッドを決める、レッドエッグを決めるための一人を選ぶためのコンクールみたいに思われている方もいると思うんですけども、もちろんそれはすごく大事なことなんですけども、それだけではなくて、その参加することによってその一つのチームになること、いろんなこう影響をし合えること、そういうことでいろんな学びがあると思いますし、必ず成長があると思います、参加することによって。今年はですね、去年、該当者がなかったので賞金が倍になってですね、1000万になります。ある意味チャンスだと思うので、ぜひたくさん応募ください。レッドアンダーサーティファイブ2020開幕。本日はよろしくお願いします。お願いします。前半は2018年度にレッドエッグを取った糸井翔太さんと、そして、準グランプリの本岡正さん、この若手2人がですね、聞きたいことがある、今の審査員団に物申す怖いなで審査委員長の徳岡さんと、はい、そして、名前さんは、今回ビデオ参加で、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ここには去年幻となった2019年のレッドエッグ、誰も受賞することができませんでしたけれども、この判断は間違ってなかったと今もお考えですよね。はい、はいはい。まあ、でもそのおかげと言ったら変ですが、そのきっかけで今年は賞金1,000万円、これはどう思いますか。500万円もらったんですよね。はい。でお店に200万円、そうですね、はい、糸井さんは300万円、はい、それは何に使ったんですか。いや、もちろん全部を使ったわけじゃないし、まあ、一部はですね、まあ、僕の今働いてる、まあ、師匠 の, 高山シェフの、まあ、世界大会フランスでありまして、それのボキューズ、ね、まあ、みんなで応援行けるようにっていうのの資金を、まあ、少しと、あとはまあちょっと美味しいもの食べたいと
大半は置いてます。やっぱり次の、うん、次のステップに使う、まあ、必要な時があるので。元岡さんは準グランプリ50万円でしたっけ。そうです、はい、それは何使ったんですか。いや特に何も使ってないですね、はい。まあ、次というか今後例えば自分のお店を出したりする時の資金集めとかもしてますんで、それ用にまあ大切な時に取っておこうかなとは思ってます、はい。で今日はですね、この2人が徳岡さんと名前さんに、まあ、ご指名なんですよ、うん、はい、どうしても聞きたいことがあるということなので、はい、どうぞ自由に、はい、そうですね、僕 の、 あの持ち込み企画というか、あの一度クラブレッドで何をしたいかみたいになった時に、こう料理人になりたいっていう、まあ、夢が、まあ、ずっとあって、でもその時からずっと考え続けてたのが、まあ、美味しいってなんだろうっていうか、まあ、多分漠然としてるんで人それぞれ違うとは思うんですけど、でもなんかこう自分が例えば料理界に入って、今は料理長のポジションをやらせていただいてるんですけど、例えば世の中で例えばサスティナブルだとか、あの、まあ、そういう資源とかそういう問題とかをやっぱトップのシェフたちがやっていく中で、若い子たちってそういう活動を見て素晴らしいなってやっぱ思うんですけど、料理人の昔のあり方というのはやっぱり美味しいものを作って提供するっていうのが、まあ、多分皆さんの根幹は多分それとだと思うんですけども、その徳岡さんと例えば名前さんはどういうところを思ってるかというか、美味しいってどういう自分の中でどういうことなのかなっていうのを僕の中で知りたいなっていうのがあって、今回はちょっとお呼びさせていただきました。はい、はい、どっちから答えましょう。どっちからしますか。あ、どうぞ先に。まあ、基本的にはですね、まあ、経験値というかそういう中で美味しさ、あ、これはいいな悪いなっていうのは決めてます、うん、僕の場合で。ただそれをですね、ある時からそれって何なんだろうなと同じように考える時があって、それを考えている時に舌でなんとなくこう感覚的に捉えてるもんではなくて、脳で感じてるなっていうなんとなく感覚的に思っていて、まあ、そういうことを思ってると、当時、京大の教授だった伏木さんっていう人がそういう美味しさは何かみたいな本を出されて、でピョリラットのではそれは全くそうだなということを思って、先生方といろんな話をすることになりましたね。で、基本的な美味しさって僕思うには、体が欲しているものの、その量と質というか、量と物質だと思っていて、舌で感じるのレセプターというかセンサーみたいなものっていうのは5種類5味あるんですけど、その中の塩味、まあ、甘味、酸味、苦味、旨味っていうのがあるんですけど、センサーの数っていうのが、塩味は1種類あるって言われていて、旨味っていうのは3種類見つかってる。で、苦味に関しては53種類あるというのが分かってると。それなぜなのっていうと、要するに、官能的に喜ぶための五感っていうんではなくて、その中の味だけではなくて、味覚だけではなくて、聞き返しするために存在するんじゃないかと。要するに苦いものって体にとっていいものと悪いもの、毒素との見分けがすごい難しいから53種類あるとじゃないかと。で、例えば子供の時に春の野菜の苦味って嫌いだったんですよね、みんな。でも大人になってくると、なんかそれが大人の味だとか言って美味しく感じちゃう。で、その効果っていう、苦味の効果っていうのはデトックス効果っていうのがあって、要するに体に溜まってる毒素を外に出すっていう効果ある。で、ちっちゃい子供は毒素溜まってないから必要ないんですよ、その成分は。だからいらない、美味しく感じない、脳が欲しようとしない。要するに体が生き続けるために必要な成分と量、毎日同じもの食べたら飽きちゃう、飽きるじゃん。で、体にそれもういらないで判断、脳がしたらそれは美味しくなくなるとっていうのが、ベースに多分あるんだろうなと思います。あんまり喋りするとあるのでちょっとはい、僕も徳子さんとがおっしゃってくださったこととちょっと被っちゃうなと思ったんで、ちょっと違う話をあえて逆にしようかなと思うんですけど、美味しさってどういうことを考えるかっていうと、僕は五味五感だとか、そういう体の感能度だとか、あとは最近は、脳科学ニューロサイエンスっていうのがすごく発達してきて、自分たちが美味しいっていうものを脳波で
あの計測してどれが美味しかったと感じるか感じないかみたいなことは言われることはあるんですけれども、人と人との関わり合いっていうんですか、ひょっとして目つぶったら美味しくないかもしれないけれども、このなんかすごく優しそうな料理人さんから直接なんか割烹で、ダイレクトにカウンター越しに温かいお出汁を出されちゃうと、あ、なんか美味しいなって思っちゃうみたいな。でもそれは僕はネガティブな美味しさの捉え方ではなくて、それが僕は本当は人間の根源的な美味しさで、言うなればなんかその人と人との関係というか、料理人が作った美味しいと思うものが相手に伝わるっていう、その共感の上で成り立つ美味しさっていうのが度外視されてるような気がしてたんだけれども、これからすごく重要になってくるんじゃないかなっていうふうに、感じていますし予感してます。それが僕の、あの美味しさの捉え方です。あの最初に元岡さんがサステナブルっていう言葉を出しましたけども、はい、それはどう思います？美味しさとサステナブルの関係。あの生き続ける、人類がずっと継続していくっていうふうな大きい意味でのこう継続っていうことを考えると、あのそういうものっていうのは、あの美味しさっていうのはすごく関係してくるんだろうなと。ただ自然環境、海洋保全等々だけではなくて、その中である条件の中でそういうことを作り上げていく、もしくはバランスだろうな多分、何かだけ特化して何かするんではなくて、それを行き過ぎない、もしくはこうまとめながらそのバランスを取っていくっていうのが多分継続していく中だと思いますね。その経済的に、まあ安く、ね、早くっていうのも必要だし、あのゆっくりゆったり、本当に仲間とできる食事っていうのも両方がないと多分継続していかないんだろうな、どっちかだけではなくて。僕からするとサステナビリティの根源にあるのは親切な心というか親切心なのかなと思うんですね。サステナビリティって思いやりだと思うんですよ。で例えば僕はずっと自分の料理を作らせてもらえる環境が整ってから一番考えてるのは、自分が料理を作ったことで人を幸せにしたいことは一つあるんですけれども、それは第一要求として、と同時に同じぐらいの割合で自分が料理を作ったことによって誰かに迷惑かかっちゃいけないなっていうのは考えてるつもりなんです。それがなんか僕の中でのそのバランスの取り方で、でそれが横文字で言うとサステナビリティ。迷惑をかけるっていう、そのどういう、それがどういうことかなと。ちょっとずっ迷惑をかけるっていうのは、目の前にある環境にないところで、例えばこの、チョコレートを買いました。でもこのチョコレートっていうのは実は、児童労働に支えられているとか、あるいはこの砂糖っていうのは安いけれどもすごく奴隷的な環境の中で、誰かが非常に困った生活をしながら作られた素材だっていうのをこう買うっていうことは、それを支えてしまうってことじゃないか、そのシステムを、はい、なのでそういうものがないようにするために、だから僕はよくファームトゥーテーブルだとかっていう話をよく聞くところなんですけれども、何が一番重要かっていうと、その、素材をもし僕らが選定する場合、そういう方々がどういう形でどういうことをしながら作物を作っているのかっていうのをまずは理解をするっていうのが最低条件だと思うんですね。それは、国産のものだろうと海外のものだろうと。でそういうのを知らず知らずに、どうしても例えばビジネスの話をすると原価率がとか自分たちの利益率がって考えたら、いろいろチョイスはあると思うんですよ。ただそれをすることによって、不幸の連鎖を生んでいるってことはないかなと。この安い素材を買うことによって、もしかしたらアマゾンや あるいは東南アジアの森林が伐採されてるってことはあるんじゃないかなっていうのは想像はします。そしてそういうものが疑わしい、あるいは自分ではわからないものには手を出さないようにしてます。それがまあ僕の中での、人に迷惑をかけないための努力です。ありがとうございます。最初昔の料理人は、はい、そういうことを考えるのではなく、ただ美味しいものを作ることに徹していたと思いますって言いましたよね最初、はい、あれはやっぱりあの姿の方が正しいんじゃないかと思ったってことですか？そうですね、根幹にその気持ちは忘れちゃいけないんだろうなとはいうのはあります。今でもやっぱりそのいろんな活動を通して、例えば生存していくためにそういうこともした方がいいのはあるとは思うんですけど、やっぱり自分はそういうなんていうんですか、先代の美味しいを追求していた職人たちにやっぱ憧れて入ったので、やっぱその気持ちは根幹に
持っておきたいというのはやっぱ常にあります。それはただちょっとなんか会話をちょっと途中で切っちゃうようで申し訳ないんですけれども、はい、勘違いしてほしくないのはサステナビリティだとかそういう世の中に対して貢献できるようなことを、旗を振りながら美味しくない料理を出すっていうのが一番良くないことなんですね。それ自体のコンセプトがサステナビリティがないことになっちゃうんです。やっぱりゴミ五感中心とした料理があってこそ、サステナビリティっていうのが獲得できるっていう姿を想像していかなきゃいけないので、僕はなんかいろいろとサステナビリティマンみたいな感じで今いろいろと取り上げられてますけど、一番やっぱりレストランで気にしてるのはそれが美味しくないか美味しくなくないかいうところ、そこに関しては絶対に引けないところですね。まあ、その人にとってね、お客様その A さんっていう人にとってっていうことでしょうね。それをだからいかに なんか主義主張が先に走ってしまうような料理っていうのは穴に落ちやすいのかなと気をつけてほしいな皆さんに言いたいところです、ね。まあ、確かにだからそういうものも美味しさにはつながると思うんですけど、美味しさの中に味っていうものとか香り五感に感じるもの全てあるんだけど、その中にも情報っていうのがあって、情報っていうのはやっぱりすごく大きいんですね。なぜか脳が美味しさを判断してるから、だからそれを先洗脳されちゃうと情報でなんとなく美味しく感じちゃって、もしくはなかなか予約取れないってなると、なんとなくそこ行けたことでそれだけで美味しくなっちゃったりとかするんだろうけど、でもそういうところっていうのは多分長続きしないレストランになって、本質がないから、なぜかって言ったその思いやりというか、その理論を分かりながらも質疑応答というなんてこうお話をしながら、その人のこのみたいなのを知りながら、その人に合ったようなものを作ってあげるっていうことが、やっぱりそれ長く続いていくレストラン、もしくはそれを強いてはだから人類のためになってるようなことにつながっていくんだろうなってすごく思いますね。はい、先ほどは元岡さんが質問しましたが、はい、次伊藤さんが、まあ、僕はちょっと今の料理人が何ができるかみたいなと、まあちょっとつながってくるんですけど、料理人が活躍できる場っていうのがすごい昔と比べて、まあ、僕は多いように思っていて、料理人が、まあ、もちろん料理そのさっき言ってたお客さんを喜ばせるっていうのは根源にあって、他にどういうことがこうやっていくべきというかやっていったらいいのかなっていう、その料理人の可能性みたいなを、まあ、ちょっとお伺いしたいなと。じゃあこのまず誰行くんだろう。そうですね、可能性をこう想像しながら仕事をしているわけではなくて、本当に身の回りにある身近にあるやらなければいけないことを自分のやり方を信じてやっていくことの積み重ねなのかなと思うので、僕自身は実はこんなすごく成功したレストランのシェフとしてやらせてもらってますし、こうやって大きな料理人のコンテストの審査員をやらせてもらえるようなそういう光栄な場所をもらってるんですけれども、あんまりそういう大きなことを考えたつもりがないんですね。本当に日々あることに対して、最善を尽くしていく、明日がもしかしたら最後の日になるかもしれないっていう思いでやり続けてきているんですね。ただ、諸外国の、料理人さんたちの活動を見ていると、まだまだ自分の努力が足りないなというのはありますね。ただ料理を作って自分のお店を繁盛させるっていうことじゃなくて、コミュニティへの貢献だとか、もっと広く言えば国民に対しての健康的な料理だとか食の喜びを伝えるだとか、あとは子どもたちの食育だったりだとか、いろいろやることは多岐にわたると思うんですけどね。ただそれをこう何でもかんでも自分がこう抱え込むっていうことじゃなくて、自分がやれることからコツコツやっていくっていうことなのかなと思います。であれば一番近くにあるのは先ほど話も上がったように目の前に来ている、目に見えるお客さんをどうやって、優しくお出迎えして幸せな気持ちで帰ってもらえるのかっていうのが一番近いところでもあり根源的なのかなと。その幸せな気持ちを持った人がもしかしたらその幸せの循環で他の人に幸せを与えたくなるかもしれないじゃないですか。でそれはまた次へ次へってつながっていくっていう、その、グラウンドゼロみたいのを料理から作れたら僕はいいなと思ってるんで、なんかそういうふうに大きなビジョンを持つよりも目の前にあることを、最大限エネルギーを使っていくっていう方が自分の中では大事にしたいなというところですね。まさにそうですよね。根源はそうなんですけど、可能性としてもたくさんあるし、なぜかっていうと食って、まあ、
人類にとってはやっぱりなくてはならないもの、もしかそれにこう関連してもっとあれだと空気とか水とかっていうのも含めって考えると、あのもっといろんな可能性が出てくるよね。今の現状だと、例えばレストラン自分で持つとかってなるとなかなか難しい時代になってきてるし、もしくは人を使うとかそういうことでもなかなか経済的に回っていかなくなっていく、でそういう状況、もしくは情報がもうインターネットもしくはネットワークも含めてどん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 入っていく状況、その中でやっぱりそれ適応するしかないよね、適応した中で何ができるのかっていうのは考えていくしかない。もしくはレストラン持たなくてもいいって話も最近はどんどんできてきたりとか、もしくはそういうレストラン出さなくてこう手伝いするコンサル的なこともすることもできるだろうし、もしくはそういうことをしてながら、ゆくゆくレストランを持ったりとか、それがちっちゃかったり大きかったり複数だったりとかいろんな形があるので、それは人それぞれでも可能性はもういっぱいあるので、何をしたいのかどうしたいのかっていうのは それぞれがもう決めていくしかないよね。可能性は俺いっぱいあると思うよ。納得しました。納得。いや重要どうするのって話だった。まあそうです。どうしていきたいの反対に。どうしていきたい。そうですね。まあ、僕、まあ、もちろん自分のお店というか自分が料理を提供する場所っていうのはもちろん、持っていきたくて、でもその反面食育っていうのはすごくあの自分の中でやりたいと思っていて、でそれをまあ。あの何かというと、まあ、例えばフランスとかだったりとかしたら、まあ、歴史だと思うんですけど食文化だったりとかすごくその食に対する価値のレベルがすごい高いのかなっていうのが、でそれはすごくあの幸せに感じたことなんですよね。でそれをまだ知らない子たちもたくさんいると思うんで、そういうのを感じれるあの環境というかそういうシステムみたいな、でもそれってすごいその感覚的な部分だと思うんですよ。それをこう伝えれる、それをなんか、まあ、教育の一部みたいなにできたらすごいいいなとは思っていて、さっきも言った、まあ、根源根源ってずっと言ってるんですけど、でもそれってすごいあの美味しく感じるとかそんですごく大事だと思っていて、じゃあそれだったらじゃあ料理人ができるのかなって思っていてですかね。そうはい、まあ、だからそう料理作るってやっぱこうあのその人のために作る、まあ、家族の中でもね、はい、シェフじゃなくても家族のために料理作るっていうのは大切に思ってないと、あのいい加減になってきてもうかかってきてものそのままなしちゃったとか添加物いっぱい入ったりとかっていうのに終わっちゃうんだけど、いやそれでいいのって思えるようなあの教育みたいなものってさ必要だろうね。ぜひあのやってほしいし、一人でやるよりたくさんっていうかそういう気持ちが一緒になる人たちとやるレベル多いよね、はい、そういう意味ではこのクラブレッドっていうのはすごく意味があって、審査に関わってるあのスタッフもそうだし審査員さんたちも中に一緒に入って、その参加者だけじゃなくて何かできるといいねっていうのは提案してるので、ぜひそういうところにもいろんな提案をしていただいて、はい、やっていきましょう。はい、ありがとうございます。僕この間あの弘前でね、弘前青森県、青森の弘前っていうところで、はい、70後半のおじいちゃんが一人でやってるワインバーに行ったんですよ、ためのぶっていうところで、一人でもうお客さんいなくて、あのワイン飲みながらなんか日本映画かなんかそこで見てて、ですいません終わりですか、いいですかって言ったら、何これから飲むのとかって言われて、何飲みに来たのって言ったら、いやワイン飲みたいんですって、ワイン飲むのか、何飲む、一杯だけだったらいいよって言われて、コートドニュイとか書いてあったんで、じゃあコートドニュイくださいとか言ったら、あんたニュイ飲むの、ニュイは高いんだよって言われて、6000円って書いてあったんですよ。でこれって一杯ですかって言ったら、一本に決まってるだろうって言って、このニュイ飲む人あんまりいないよこの町じゃとかっつって、それで開けてくれて、ハンバーグとかね、いろいろメニューがあるわけですよ。でそこにナポリタン600円ってあったから、ナポリタンお願いしますって言ったら、酔っ払ってる時に作る俺の料理うまいらしいよとかって言ってでナポリタン作ってくれたんですよ。で作ってる時に、これどこでお父さん覚えたんですかって聞いたら、多分知らねえと思うけどさ、六本木に有名な店があんだよ、キャンティって言うんだけどさそこで俺若い頃ずっとバジリコっていうのを作ってたんだよいつも、とか有名人がいっぱい来たなあん時は、とかって言って、でまあその人がいろいろ語るわけですよ。でね、その時に僕すごいいいこと言うなと思ったのがね、人に与えた幸せの方が長続きするって言った。
人から何かもらって幸せだなと思う時はその時は幸せなんだけどすぐに忘れてしまう。でも自分が何か人を幸せにしたり喜ばせた時のに感じる自分の幸せは持続するんだよ。だから俺はワインもギリギリ安く出したいし、こういう商売してんだ、もう儲かんないんだけどさとかつっていう話をしたんですけど、なんかああいうのはすごいいいなと思いましたね。ああいう店がもっともっと注目を集めたらいいなと思う。注目をたくさん人来ちゃったら値段が上がって逆にねダメな店、嫌な店になったんですよ。でその環境の、ね、バランスを取りながら、うん、自分の生き方をすればいいんだろうなとは思いますけどね。今日はもう最高の授業じゃないですか2人。いやもう、ね、ほぼうなずいてました、はい、でもあの逆に審査員の立場から見たらですよ、うん、2年前すごい緊張して、うんこう喋ってた2人がですよ半ば疑問を投げかけるほどに成長しているのはちょっと嬉しいですよね、うん、嬉しいしすごいと思うし、うん、あのますます頑張ってほしいと思うし、それこそクラブレンドでなんか一緒にねだからたくさんの人がなんかこう幸せに思えるようなことっていうのをしていきたいなと本当に思う。でクラブレンドがもっとこうなんていうのかな活性化するようなことをぜひ一緒に考えましょう、はいはい、そうですね。最後に名前さん2人にメッセージありますか。2人にというかですね、せっかくこれレッドアンダーサーティファイブで僕がここで発言するの最後になるので勝ち残る、少しヒントアイデアを。それねこの後の2部でやるんですよそれ。でも名前が思うのもちょっといい現役審査員がいい、まあ、とはいえ審査員も人の子なのでみんな好みは違いますと、うん、でやっぱり料理作る人間たちがただ自分が作りたい料理を作るっていうんじゃなくてやっぱり目の前の審査員にの心の鐘を打たないと点数は上がりません、うん、だからあの別にここで勝てなかったっていうことがあの全てじゃないしもちろん勝てたことは素晴らしい結果だけれども勝てたこと勝てなかったことがあのダメだったことじゃないのでまあ逆説的な言い方をすると勝つためには審査員を知るっていうことかなと思います、うん、なので審査員のレストラン食べに行ってくださいそういうことかそういうオチでした、はい、なるほど。なんか名前さん役所広司さんに似てないですか。このこのひげひげかっこよく見えるんだよ な, よだよなずるいな。だからこのかっこいい人が作ると美味しく感じるよね。そうね。弱小工事コブヘイですからね。